にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイ男性は浮気するのかどうか、女性としては気になるところですよね。浮気はパートナーに対する裏切りですので、運命の相手であるツインレイ男性がそんなことをするはずがないと思ってしまいます。結論を言えば、統合を果たした男性は浮気しません。もしも浮気したのだとしたら、それは偽ツインレイです。しかし、出会ってから結婚するまでの間、絶対に浮気しないかといえばそうではありません。浮気しないのはあくまで統合を果たした後であって、それ以前は浮気をしてしまうこともあります。そのため、統合前はツインレイ男性に裏切られたと感じることもありますし、浮気が原因で喧嘩をしてしまうこともあるでしょう。ツインレイが相手とはいえ、ずっと平和に付き合えるわけではないのです。サイレント期間は統合前に訪れる期間ですので、浮気する可能性は10分あります。ただし、それは寂しさを埋めるためであったり、現実逃避をしたかったりすることが理由です。浮気をすることでツインレイ女性の大切さを再認識し、再会を果たすということもあります。つまり、サイレント期間の浮気は再会のために必要な浮気であることもあるのです。ツインレイ男性は統合前、浮気をすることもあるのですが、それは現実逃避であったり調子に乗っていたりするからです。そのため、ツインレイ男性が他の女性に心変わりするということはありません。あくまでそれは浮気であり、本命はツインレイ女性なのです。もしも心変わりするようなことがあれば、それは偽ツインレイだったのでしょう。本物のツインレイではなく、あなたがそうだと勘違いしていただけなのです。しかし、浮気することを考えれば、女性の目から見るとただの浮気なのか心変わりしたのか見分けがつかないでしょう。彼がしっかり自分の元に戻ってくるかどうかで見分けるしかないため、女性は苦労することも多いです。ツインレイ男性が浮気しない理由。ツインレイ男性は統合すれば浮気しないですが、ではなぜ浮気しないようになるのでしょうか。男性が浮気しない理由について解説していきます。ツインレイ男性が浮気しなくなる理由は、表面的な行為に嫌気がさすからです。ツインレイ男性は外見がよく女性からモテます。だからこそ何度も浮気してしまうことがあるのですが、そのようにして自分の見た目だけに寄ってくる女性に嫌気がさしてくるようになります。そのような女性は本当の自分を愛しているのではなく、外見にしか興味がない女性だからです。心のつながりは感じられませんし、安心感も得られません。結果、自分の外見に引き寄せられる女性を嫌悪するようになり、浮気もしなくなっていくのです。サイレント期間に真実の愛に目覚めるからこそ、ツインレイ男性は浮気しなくなります。サイレント期間、男性は女性に別れを告げるのですが、それは彼女の愛を受け止める自信がなくなったり、自分の弱さを受け入れたくなかったりするからです。しかし、サイレント期間でしっかり自分の弱さを認められるようになります。そうすることで、本当に大切な人は彼女であったことに気づくため、愛情はさらに深いものとなっています。今までは自分本位の愛情だったのですが、本当に彼女の気持ちを考えられるようになるのです。真実の愛に目覚めれば、彼女との魂のつながりも強くなります。その結果、他の人に見向きすることはなくなるため、浮気もしなくなるのです。ツインレイ男性が浮気をしなくなるのは、
現実逃避をしなくなるからでもあります。サイレント期間中、男性は精神的に大きく成長します。これまでは現実から目を背けるために浮気していた部分もあるのですが、しっかり現実に目を向けられるようになるのです。それにより逃げる必要がなくなるため、その手段として使っていた浮気もしなくなります。ツインレイ男性はサイレント期間を経験することで自分の使命に気づきます。ツインレイ女性を幸せにすることや他者を救うといった使命です。自分に流行るべきことがあると理解すれば、それ以外のことは心底どうでもよくなるものです。浮気はまさにその代表でしょう。彼女のことがこれまで以上に大切な存在にもなるため、統合する前とは打って変わって浮気をしない素敵な男性に生まれ変わるのです。ツインレイ男性はモテます。モテる外見をしていますし、人間的にも優れているため、多くの女性が寄ってくるでしょう。実際にそのような状態であるから、統合前に男性は浮気をしてしまうのです。人によっては何度も浮気して彼女を悲しませてしまうという人もいます。しかしツインレイ男性がモテても、最終的に選ぶのはツインレイ女性です。他の女性では心のつながりを感じられないですし、本当の自分を理解してももらえません。最終的にはモテるツインレイ男性の愛をツイン女性が全て独占することができるというわけです。浮気する時の相手は言い寄ってきた女性です。ツインレイ男性はモテるため、自分から声をかけなくてもたくさんの女性がやってきます。言い寄ってきた女性全員と浮気するほど、何度も浮気を繰り返すツインレイ男性もいるほどです。しかし何度経験しても心は満たされず、その経験も経てツインレイ女性の大切さに気づきます。また現実逃避をしたくて浮気するときは、とにかく身近な女性と浮気をします。誰と浮気をするのかではなく、とにかく浮気をすることを求めるため、最も簡単にできる人を選びます。しかし当然そのようなことをしても心が満たされることはありません。様々な人と浮気をしてしまいますが、最終的には真実の愛に目覚め、誰とも浮気をしない素敵な男性へと変わっていくのです。ツインレイ男性の浮気について解説してきましたが、統合後は浮気の心配はありませんが、統合前はツインレイ男性の浮気にかなり振り回されることになるでしょう。しかしツインレイ女性にとってはそれも一つの試練です。本物のツインレイであれば、どれだけ浮気されても彼のことを嫌いに離れません。そうしてたくさん苦労した結果、最高の幸せを手に入れることができるため、そうなれるように彼を見捨てないようにしましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。